町の中心部。左は、市庁舎、中央の丘の上に、カルテンシュタイン城右の塔が、市教会の塔ファインゲンアンデアエンツは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、ルートビヒスブルク郡に属す市である。本市は、シュトゥットガルトの北西、約24キロメートル、プフォルツハイムの東20キロメートルの、エンツ川沿いに位置している。本市は、 シュトットガルト地域及び、シュトットガルト大都市圏に含まれる。本市は、ルートビヒスブルク、ビーティヒハイムビシンゲン、コリュンベストハイムに次ぐ、軍内で4番目に大きな都市であり、周辺市町村の中級中心都市となっている。1973年1月1日からファインゲン、アンデアエンツは大規模軍都市となっている。ファインゲンは、ネッカーボン地生端、エンツ川の谷の シュトローゴイ変園部高度200から450メートルに位置している。内市街は、エンツ川東岸にあり、高台に、カルテンシュタイン城がそびえている。ファインゲンは、草地と森とブドウの中の町と称している。この、ブドウとワインの国際都市では、ブドウ作りが営まれ、ワイン文化が根付いている。ファインゲンは、北は、ザクセンハイム、東は、ゼルソハイム、 オーバーリーク神おンン及びマルクグレー人間、南はエヴァー人間と境を接している。これらの市町村はファインゲンと同じルートビヒスブルク軍に属している。西はエンツ軍に属すミュールアッカー及びイリンゲンと接している。ファインゲンアンデアエンツ市は以下の9つの市区からなるアウリヒ、エンジンゲン、エンツバイイン縁ン、グリュンデルバッハ、ホルハイム、 クライングラットバッファ、リート、ロスバーク、ファインゲン・アンデア・エンツ。市区の教会は、かつて同盟の独立した市町村だった頃の市町村境と同一である。市区の公式な名称は、市名を前に置いて、ハイフンで、区名を記述する。9つの市区は同時に、バーデン・ビュルテンベルク州市町村法が定める、防ー物力を形成しており、ファインゲン・アンデア・エンツ四区を除いて、 バーデン・ビュルテンベルク州市町村法が定めるオルトシャフトでもある。各地区はその代表者として地区長と固有の地区議会を有している。ファインゲンはシュトットガルトを上級中心とするシュトットガルト地域内の中級中心を形成している。ファインゲンを中級中心とする地域にはオーバーリークシンゲンエーバーディンゲン、ゼルスハイムが含まれる。 ファインゲンアンデア・エンツ氏はこれら市町村と行政共同体を形成している。州統計局の2018年現在のデータによる。ファイエ、インゲン周辺地域への入植は新石器時代初期から行われたことがわかっている。過去の発掘で大きな入植地と数多くの戦隊分土器文化の遺物が発見されている。3世紀頃にローマ人が支配していた。 ネッカーボンチにアレマン人が襲来し、現在の集落の多くを建設した。500年頃にファインゲン周辺はフランク領となり、キリスト教家され、シュパイアー支教区に併合された。750年頃にカールマンによって行われたガウの白僧説により、ファインゲンはエンツガウに編入され、白領の主流に発展していった。これに伴い、宗教改革まで、 ファインゲンの教会主は、シュパイアー主教区三位一体女裁長区、ファインゲン三次会であった。最初の文献記録は、779年に、グリュー人間及びホーホドルフアンデアエンツと共に、フランケンのエンツガウの墓、クニベルトが、古田修道院に宛てた寄信状に残されている。しかし、ここに記述されているのが、ファインゲンアンデアエンツであるか。 シュビーバー電源近郊の中世後期に放棄されたフェイインゲンであるかは明らかでない。リートシクは812年にロルシュ文書に記録されている。1230年頃、ファインゲン博ゴットフリートが1 9 9 6年に記録が残るファインゲンジョートペータース協会近郊の村クトマにファインゲン市を建設した。ファインゲンは1252年の文書に 都市と明記されている。ベルライン本エーゼルベルクの単独相続人であったアグネスとの結婚により、ファインゲンハクコンラート2世は、ストロムベルク周辺を夫婦財産乗与共同制における乗与として登録し、家族の病床があるレイヒエンツ法編修道院の守護大関係を獲得した。この遺産に含まれていたエーゼルベルク上は後に、博の館となった。 1291年の退化の後、ファインゲン博は、所領の大部分を売却した。ファインゲン氏と、城は、バーデン辺境博を経て、1334年に、エッティンゲン博に、1339年に、ビュルテンベルク博に譲渡された。ファインゲンは、ビュルテンベルクのアムト都市に、1758年には、オーバーアムト都市になった。 1643年に出版されたマテウス、メイリアンの同伴画に描かれた、ファインメン皇帝カール5世のもと、ビュルテンベルク公ウルリヒは1519年に、両国から追放された。新たに両方の主となったのは、皇帝カール5世であった。ビュルテンベルクは、弟フェルディナントに譲渡された。ウルリヒ公は、福音主義諸公の援助を得て1534年に、両方に戻り、 宗教改革を断行した。ファインゲンは教区監督官の所在地となった。シュマルカルデン戦争でファインゲンは1547年にスペイン軍に占領された。1617年の大火でハイルブロナー通りとシュトゥットガルター通りとの間の外区が消失した。その1年後には視聴者裏の市教会を含む外区が新たな火災の犠牲となった。 三十年戦争は、ファインゲンにも、困窮と苦悩をもたらした。プロテスタントとカトリックの軍勢が変わるがるファインゲンに宿営した。略奪と挑発により工作や商業は機能しなくなり、飢餓が訪れた。1635年にはペストが流行し、人口は大幅に減少した。追放されたプロテスタント住民が流入したにも、かかわらず、 戦前の人口1500人から1600人に戻るまでには長い時間を要した。プファルツ継承戦争でファインゲンは1692年にフランス軍による略奪を受け、1693年にはほぼ完全に焼き払われた。死壁内で火災を免れたのはわずか20頭程度であった。死教会は1697年に再建された。 1720年に視聴者が再建された。スペイン継承戦争、7年戦争、大仏大同盟戦争で軍隊が町を興軍し、あるいは宿営した。1784年に大火で30棟が消失した。1832年のファインゲン地図1806年にビュルテンベルク王国が建国された10年後、 ドイツ解放戦争終戦の1年後にあたる1816年の夏のない年に凶作と動物の薬病によって飢餓が引き起こされた。その後やっと経済復興が徐々になされた。街は手狭になった。1829年に街の北東に新しい門が設けられ北側にフォアシュタットが成立した。1848年の革命の結果経済危機が 生じ、強作と、インフレーションが起こった。これが、多くの移住者を生じる原因となった。1853年に、ビュルテンベルク西部線、シュトゥットガルトブルフ,フザールが開通した。しかし、最寄り駅である、ファインゲンゼルスハイムは町から3キロメートル、離れていた。工業化の時代には特に、町の中心に、ビュルテンベルクの鉄道網に接続する駅がないことは、 ネガティブな要因であった。このことが企業と住民の流出を招いた。ファインゲン・シュタット・バーンの開通によって、ファインゲンはやっと近代的な交通網に接続した。ファインゲン・シュタット・バーンの車両なち時代のビュルテンベルクの行政改革によって、1938年にマウルブロン軍とファインゲン軍が合併し、新たなファインゲン軍が成立した。ファインゲンは、 新しい軍の軍庁所在地となった。1944年7月、グラットバッハタールニファインゲン強制収容所が建設された。これは公式にはナッツバイラー・シュトルトホーフ強制収容所の外部、収容所の位置づけであった。ここには何百人もが収容された。特にゲット・ラドムからのポーランド系ユダヤ人が絶望的な条件下で強制労働に使かされた。 1944年11月から、この収容所は、ナッツバイラーのラインウガン外部収容所の、疾病者、療養収容所として利用された。実際には1日33人の死者を出す、殺害収容所であった。ファインゲンとエンジンゲンとの間にある、強制収容所墓地には、1から1488の番号が記された、記念石が置かれ、死者を表している。 カルテンシュタイン城の共生施設には、ここでの生活に順応できない人々や、犯罪者や政治犯として捕らえられた600人が収監された。上官の外壁沿いの記念碑には、27人のポーランド人、チェコ人、ドイツ人犠牲者の名前が記されている。1945年4月8日に、フランス軍が侵攻し、ファインゲンでの第二次世界大戦は終結した。 第二次世界大戦後、ファインゲンは戦後アメリカ管理地区となり、新設されたビュルテンベルクバーデン州に属すこととなった。この州から1952年に、現在のバーデンビュルテンベルク州が形成された。市議会及び軍議会選挙がなされ、1946年、基本法制定権限を有するビュルテンベルクバーデン州州議会から、戦後体制の構築が始まった。 1969年7月25日、航空干渉地帯で、カナダ空軍の2機の海 -104 戦闘機が衝突した。パイロット1名は墜落によって死亡したが、もう1名は射出座席で助かった。1機の燃料タンクがミュールハウゼンの民家の屋根を突き破った。救助しようとした2名が爆発によって重傷を負った。 1970年代の地域再編により、ファインゲン・アンデア・エンツ氏の人口は2万人レベルを超えた。市当局はこれを受けて、大規模軍都市への昇格を申請し、バーデン・ビュルテンベルク州当局は1973年1月1日に、これを発行させた。地域再編と同時に、軍の再編が行われ、ファインゲン軍が廃止された。ファインゲン・アンデア・エンツ市を含む、 ファインゲン郡の東部は、ルートビヒスブルク郡に、西部は新設された、エンツ郡に編入された。灰色の線が廃止された古い鉄道路線である。高速鉄道マンハイムシュトットガルト線の開通に、伴い、1991年に新たに、ファインゲン駅が設けられた。ファインゲンシュタットバーンは2002年に廃止された。以下の町村が、ファインゲンアンデアエンツに合併した。 各時点の地域における人口を示す。数値は、推定値、人口調査結果、または、各時点の州統計担当部局の公的な、研究値である。人口調査結果、福音主義司教会ファインゲン、アンデア・エンツの地域は、もともとシュパヤー司教区の一部であり、サイン一体、女裁上区、ファインゲン参事会が管轄していた。1535年に、エルハルト・シュネプフが、 宗教改革を行った。これ以後本市は、ビュルテンベルクの福音主義地方協会内の監督官の所在地となり、何世紀もの間プロテスタントの都市であり続けた。ファインゲン監督区は、かつてのオーバーアームとファインゲンの領域に属している。ファインゲンの地域には現在、ファインゲン市協会組織及び、各種区の協会組織、すなわち、アウリヒ、エンジンゲン、 エンツバイーンゲン、ギュンデルバッハ、ホルハイム、クライングラットバッハ、リート、ロスバークの福音主義教会がある。19世紀になると、カトリック信者もファインゲンに住むようになった。ただし、1900年時点では、プロテスタント住民2785人に対して、カトリック信者は、約100人程度であった。カトリック信者は1938年に教会を建設し、 1958年に独自の聖アントン司祭区を設けた。それ以前のカトリック信者は当初、法ンアスペルク司祭区、その後、ビーティヒハイム都市司祭区、1902年からミュールアッカー司祭区に属していた。やがてカトリック信者は、ファイインゲンの人口の1、3を占めるにまで増加した。ロスバークやクライングラットバッハのカトリック信者も、聖アントン司祭区に属した。 クライングラットバッハには1976年に聖母ニハティウス集会所が設けられた。現在ではファインゲン市内の他の地区にもカトリック信者が住んでいる。エンツバイ,インゲンには1976年にイパウルスサイクが設けられた。この地の教会道は1967年に建設されていた。リートシ区とアウリヒ地区及び隣のエーバーリンゲンの ホーホドルフ地区やヌスドルフ地区のカトリック信者もエンツバインゲン司祭区に属している。リートには1975年に聖マルクス集会所が設けられた。エンジンゲンのカトリック信者はイリンゲンの西洋ゼフ司祭区に属している。しかし、エンジンゲンには1964年から独自の教会がある。ホルハイムのカトリック教徒はゼルスハイム聖シテファヌス司祭区に属している。 しかしこの地区にも1964、65年に独自の教会が建設された。これらの司祭区は、イリンゲン西洋ゼフ司祭区を除いて、いずれもロッテンブルクシュトットガルト市教区のルートビヒスブルク主席司祭区に属している。西洋ゼフ司祭区は、従って、エンジンゲンのカトリック信者もミュールワッカー主席司祭区に属す。これら二大教会のかに、 ファインゲン、アンデア、エンツには自由教会も存在する。例えば、福音主義イコールメソジスト教会や自由、バイヤード・エンツとある教会などである。リーベンツェラー教団は、アウリヒ、エンツバイインゲン、ギュンデルバッハ、クライングラットバッハ、ファインゲンで活動している。プレギッツァー教団は、エンツバイインゲンにある。また、新首都教会は、エンジンゲン、ホルヘイム、 ファインゲンにそれぞれ協会を有している。ファインゲン・アンデア・エンツ市長者ファインゲン・アンデア・エンツの市議会議員は28議席である。市議会は選出された名誉職の市議会議員と議長を務める上級市長で構成されている。上級市長は市議会で投票権を有している。ファインゲンでは1995年から定期的に青年議会が選出される。 青年議会議員は青年の関心に対応して議題を提案する職務がある。青年議会はあらゆる青年に対して教育問題、社会問題、環境問題といったテーマに活発に取り組むチャンスを提供している。現在、任期は3年で13歳から17歳のファインゲン市民から20人が選出される。青年議会の活動は 年に数回行われる。例えば、有限都房非延々で、マイエンタークへの参加、クリスマスの活動などである。町の主張は、1256年から、シュルトハイスとビルガーマイスター4人を含む12人の市民で構成される、ゲリヒトであった。ゲリヒトの代表者は、アムツ・ビルガーマイスターと呼ばれた。1339年からは、ビュルケンベルクの オーバーフォークトが、その後は、オーバーアムトマンがこの町を運営した。1819年から、シュタットシュルトハイスが置かれ、1929年から、この職は、ビュルガーマイスターと呼ばれるようになった。1973年1月1日の大規模軍都市への昇格に伴い、主張の公式職名は、オーバービュルガーマイスターとなった。上級主長は、 8年ごとに直接選挙で選ばれる。首長は市議会の議長を務める。上級市長代行者は第一副市長であるが、その公式な職名はビュルガーマイスターである。1945年以降の市長を以下に列記する2006年5月7日、それまでタムの町長,長であったゲルトマイシュがファインエアンデア・エンツ氏の新しい上級市長に選出された。 彼は2006年9月1日に上級市長に就任した。毎週は2014年7月の選挙で95%の支持票を獲得して再選された。ズガラ、金字。長部に右向きに横たえられた黒い鹿の角。その下には青い四連の山の上に立つ青い冠を被り、青い舌と爪を見せる赤い獅子が描かれている。解説、獅子は、 この町を建設したカルフ・ファイ・ンゲンファクの紋章に由来する。鹿の角は1339年にファイ・ンゲンを獲得したビュルテンベルクを象徴している。この紋章は1530年に皇帝カール5世によって認可された。最も古い祭祀期は1535年に見られる。本市はアルトファーター山地の旧フライバルダウ郡の町。 ヤボルニークから追放されたドイツ人に対する援助協力を1955年に締結した。ファインゲンは共に多くの見どころが点在しているビュルテンベルクワイン街道及びドイツ木組の家街道、災難ルート沿いに位置している。ファインゲン人形劇団ディムベルデュは自前の劇場で自作の人形や舞台装置を使って自由に改変した動画を上演している。 人形は人形博物館で見ることができる。ファインゲンはベータース協会内に私立博物館をホルハイム地区のあるテケルターにワイン博物館を有している。さらに2000年からクライングラットバフハ地区の旧ファインゲンエンツノルト駅の敷地にキャンディ博物館がある。ここではキャンディの歴史や史上が紹介されている。ヤボルニーク出身者たちは ファインゲンに郷土博物館を設けている。旧、ビーゼングルント強制収容所前の、ロタール・モルルック作の収容所記念碑グラットバッハタールのファインゲン強制収容所記念館は、フランス、イスラエル、カナダ、オランダ、ポーランド、アメリカ合衆国からのゲスト出席のもと、2005年4月16日に開館した。 約20分の動画によるプレゼンテーションが1944年から1945年の歴史を物語っている。ファインゲン・アンデアエンツでは2010年10月7日に芸術家・グンター・デム・ニヒによりストルパーシュタインが設置された。キルヒ・プラッツ11番地の歩道に埋め込まれた表面に小さな真鍮のプレートをつけたコンクリートブロックは この建物に住んでいたタイナチ抵抗運動家、ビルヘルム・アイヒエルを記念したものである。ドイツ共産党の党員であったアイヒエルは国家社会主義者によって何度も強制収容所に収監され、最後は1944年に新英隊ディルレバンガー特別部隊に引き渡された。彼のその後の運命はわかっていないが、おそらく過酷な強制労働を生き延びることは、 できなかったと推測される。ペータース教会ペータース教会ペータース教会はこの町で最も古い教会である。この教会は12世紀から13世紀のロマネスク様式前世紀に9世紀から10世紀の古い教会があった場所に建設された。1490年と1667年に増改築が行われた。ペータース教会は1840年まで 墓地協会として利用されていた。現在この教会には私立博物館が入居しており、新郎はイベントホール、コンサートホール、公演ホールとして利用されている。福音主義市教会、町の市教会、監督館所在地1339年、ここにはロマネスク様式からゴシック様式への移行期の建築様式のマリエンレイハイドが記録されている。 これは1449年から我らが聖母教会と呼ばれていた。この教会は1513年に増改築がなされた。この教会は1618年に消失し、その後にハインリキシックハルトによって再建された。1693年の大化でもこの教会は損傷を受けた。現在の教会は1697年から1701年に、 建設されたものである。視聴者視聴者は、1693年の大火で、破壊された先代の視聴者があった場所に、ヨハン・ウルリヒハイムの設計に基づき1720年に建設された。ファサードの壁絵は1901年に描かれた。1951年から1998年にはめ込まれたアルフレート・レムレのデザインに基づく。 鉛ガラスの明かり取りが見られる。1階は昔から広く開放されていた。その中には肉やパンや市の使用販売所のスタンドが設けられ、見張り所が設置されていた。市場の開催日には2階で布地職人や比較職人が製品を販売した。さらにこのスペースは舞踏会場としても利用された。市民集会所や裁判所、 および住み込みの下男の住居があった。屋根裏海には、基金に備えて穀物が貯蔵されていた。カルテンシュタイン城カルテンシュタイン城この上官は、市の高台にあたる尾根に立っており、この町の象徴的建造物となっている。この上官は1 9 9 6年に、ファイン面城祭として、初めて文献に記録されており、16世紀と18世紀に改築された。現在は、 青年村として利用されている。ハスペル島15世紀初めに建設された都市防衛施設の住みらにあたる、この塔は牢獄として利用されていた。囚人を深さ8メートルの地下室に下ろしていたウィンチは現存している。プルファートを厚さ3メートルの壁で作られた、この塔は市防衛施設の住みらの一つであった。内部には射撃用の火薬が保存されていた。 プルファートは、グレンプ家とアーシュマン家が資金提供して1492年に建設された。1819年から1844年まで牢獄として用いられた。旧牧師館この建物は1693年以後に新築された。詩人、カール・ゲロクはここで生まれた。ロスバークチクラアートハウス通りの木組建築の街並み。 その他の宿の建物 TB ファインゲン、エンツは、ファウストボール2007、2008屋内シーズン及び2008フィールドシーズンのドイツチャンピオンであり、2009年1月11日には、ヨーロッパハイク内部門で優勝した。ファインゲンアンデアエンツ航空スポーツクラブは、シュトロムベルクギムナジウム近辺のバイトフェルットで、グライダースポーツを活発に行っており、 5月から10月までのシーズンにはパフォーマンス飛行やコース飛行を支援している。ホビーモデルイコールスポーツイコールクラブファインゲン、エンツ、EV は、シュトロムベルクギムナジウムに東に位置するクライングラットバフハバイトフェルトに模型飛行機の飛行場を有している。青年グループもあり、DMFV ユンゲントフリーゲンを開催している。キャンディ製造業者ユングは、 1828年に市内中心部で創業されたドイツで最も古いキャンディー製造業者の一つである。1980年代にクライングラットバッフハの新しい社屋に移転し、1999年には旧ファインゲン、エンツ駅近くに直営販売所とキャンディー博物館を新設した。家電製造業者ファキルやパンチング工場のドクター。 カール・バウッシュ GMBH&CO もファイ・ンゲンで製造を行っている。ファイ・ンゲンは1973年までファイ・ンゲン軍立貯蓄銀行の本店所在地であった。この銀行は1973年の軍域再編に伴いルート・ビヒスブルク軍立貯蓄銀行に吸収合併された。ルート・ビヒスブルク軍立貯蓄銀行は市内に9点の支店を有している。 ファインゲンは18支店と4つのセルフサービス支店及び法人顧客センターを含む地域統括本部の所在地である。ファインゲンは2012年10月にフェアトレード賞を授与された。カルテンシュタイン城の麓にもぶどう畑が広がるファイインゲンはビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シュトロムベルク大地区に属すワインの町である。 ファインゲンアンデアエンツ駅、ファインゲンは連邦道 B15 線のプフォルツハイム、シュトットガルト間に面している。この道路を利用して東に約20分で連邦アウトバーン A81 号線、シュトットガルト、ハイルブロン間にアクセス可能である。西はミュールアッカー経由約20分で A8 号線に到達する。鉄道に関しては ファインゲンは高速鉄道マンハイム、シュトゥットガルト線及び西部線、シュトゥットガルト、ビーティヒハイム、ビシンゲン、ニュールアッカーブルフザール、線が利用できる。両路線は1991年から新しい、ファインゲン駅で交差している。高速鉄道を利用すると、15分から17分で、シュトゥットガルトに到着することができる。ファインゲンには、2時間ごとに運行する。 インターシティ61カールスルーエ・シュトゥットガルト、ニュルンベルクが停車する。この列車は高速アイアーツークフェアウィンドゥングが運営しており、シュトゥットガルトとカールスルーへの間をパターンダイヤで運行している。ファインゲン・シュタットバーンと呼ばれるのは2002年に廃止された支線である。エンツ・バインゲンまでの廃止された線路施設は自然に放置されている。この路線はファインゲン、 エンツと南に位置するエンツバインゲン島を結んでおり、バインゲン駅が移転する以前は、北のベストバーンに接続していた。この路線は、ビュルテンベルク鉄道会社が運営していた。公共近郊旅客交通は、東方面へは、シュトットガルト交通、運賃連合、西方面へは、プフォルツハイムエンツクライス交通連合と、連携している。鉄道路線は、 カールスルーへ交通連盟と提携している。ファインゲン・アンデア・エンツ氏は2010年7月3日にドイツやオーストリアに導入されるアイスティーに対する援助協力に参加した。ファインゲンではファインガー・クライス・ザイトゥングが日刊誌として刊行されている。この新聞はもともとグレンボーテ、アムツ・ーンとインテリゲンツ・ブラット・フュア・オーバー・エムター、ファインゲン・ウント・マウルブロンという名称で、 後に、デア・エンツ・ボーテと解消され、1968年から現在の名称となった。市北部の技術視聴者から SWR2 のラジオ放送が 96.2MHz で放送されている。ファインゲン・アンデア・エンツは、シュトットガルト上級地方裁判所、ハイルブロン地方裁判所の会に位置づけられる、ファインゲン・アンデア・エンツ区裁判所の所在地である。また、 交渉人役場やルートビヒスブルク軍の司書がある。本市は、ビュルテンベルクの福音主義地方協会、ファインゲン協会管区の本部所在地である。ファインゲン・エンツ消防団は、9つの分断で形成されている。すなわち、ファインゲン・アンデア・エンツ市の各種区に分断がある。ファインゲン・アンデア・エンツにはギムナジウムが2校、実家学校が2校、養護学校1校、 ベルクレアルシューレ家庭を有する基礎家庭、本家庭学校が3校と、アウーリヒ、エンジンゲン、ギュンデルバッハ、ホルハイム、リート、ロスバークに1校ずつ基礎家庭学校がある。この他に、バルドルフ幼稚園を有する自由バルドルフ学園、ファインゲム及び、私立のファインゲンミュールアッカー生活援助協会、EEV の精神障害児のための学習幼稚園がある。ありがとうございます。